小堀雄介、元 WBA 世界ライト級王者。小堀雄介は、日本の元プロボクサー。千葉県四街道市出身。元 WBA 世界ライト級王者。角美宝石ボクシングジム所属。中学は、四街道市立旭中学校を卒業し、高校は、千葉県愛高等学校卒業。ネイチャーボーイ、神風ファイターの異名を持つ。入場曲は、 ボンジョビのイッツマイライフ性格は基本的に天然ボケで恥ずかしがりや、カメラに向かってファイティングポーズを取るだけでも緊張してすぐに顔を背けてしまう。ジャンクスポーツに出演した際にはそういった性格が如実に現れており爆笑を誘った。世界王座ダッシュ以前は知名度が低く世界初挑戦の直前には警官に 職務質問を受けたことが話題となったが、世界王座を獲得した翌日の記者会見では、もう一度会ってみたいと語ったり、ファイトマネーの使い道を聞かれ、枕を買おうと思いますと答えるなど、その独特の回答センスも注目を集めている。ボクシングを始めたきっかけも非常に独特である。日本スーパーフェザー級王座を獲得した直後、 祝勝会にて夕方から翌朝7時頃まで12時間以上も酒を浴びるように飲み続けた結果、酔っ払ってしまい、山手線の電車内で眠り続けて4周回ったところで目を覚まし、慌てて電車を降りたところ、獲得したばかりの大事なチャンピオンベルトを電車内に忘れてきてしまったことがある。一瞬で酔いが覚めて慌てて駅員に電車を止めるように頼んだが当然、聞き入れてもらえず、 1>, 1時間ほど多方に暮れていたところ、池袋駅にて忘れ物のチャンピオンベルトが回収されたことが無線連絡で伝えられ、ベルトは無事に小堀の元へと戻ってきた。またアダルトビデオ好きも抗言しており、やはり世界王座ダッ直後には東京スポーツから AV25 本の差し入れを受け取る模様が同紙に掲載された。東スポから AV を受け取る様子を紙面で紹介されたのは スポーツ選手では、松井秀喜以来二人目という、得意技は、ジムの先輩であり、小堀の憧れでもある、平成のコキング坂本博之直伝の左フック。坂本は、現役時代の15年間、ライト級の世界王座獲得にこだわり続けて4度も、世界王座に挑戦したが夢が叶わなかったため、後輩の小堀が、 ライト級世界王座を獲得した時は心の底から喜んでいた。高校時代当初は吹奏楽部に所属し、コントラバスを演奏していたが、一年の夏に退部。その後、受験勉強に取り組んでいたが、ある日、図書館に行って勉強しようとしたところ、運悪く休館日だった。これに怒った小堀はその勢いでボクシングを始めた。2000年2月19日、高校3年生で、 プロデビュー戦に,に r KO 勝利を収めた。2006年1月14日、本望信人が返上した、日本スーパーフェザー級王座を、真部慶太と争い、日子勝利により獲得。その後、東田和則、大のシンクマラを下し3度の防衛に成功した。2007年5月19日、本望が返上し空位となった、アプブフ東洋太平洋、スーパーフェザー級王座と自身が保有する。 日本同級王座をかけたダブルタイトルマッチを村上順次と行い7期子で2冠を達成した。東洋太平洋王座は8月27日に返上。日本プロスポーツ対象新人賞を受賞。2008年1月5日、同級1位、松崎博康と防衛戦を行いにジャッジが1ポイント差の3から0で防衛に成功。 角江美宝石ボクシングジムが主催する工業では、この試合から、レイジェス製のボクシンググローブを使用し、鈴木慎吾会長は、スリリングなファイトをファンに見てもらいたいと語った。2008年3月26日、世界戦準備のため日本王座を返上。その後、ドンキングと契約した。2008年5月19日、世界初挑戦と同時に、初のライト級契約試合。 ィファ有明で WBA 世界ライト級王者ホセアルファロに挑戦。にある開始直後にダウンを喫するが、その後に猛反撃し、3回2分8秒、逆転 TKO 勝ちで世界王座を獲得した。この時点で WBA のライト級にはスーパー王者、ネート・ギャンベルが存在した。この試合は2008年度、プロアマチュア年間表彰選手選公会で、 年間最高次愛称に選出され、同時に主勲賞も受けた。2009年1月3日、パシフィコ横浜でパウルス・モーゼスとの初防衛戦において0から3の判定負けで王座から陥落した。その後、現役続行を表明し、再起に向けて練習を再開するも、首や腰の痺れや痛みが悪化したため、5月22日に引退を発表。6月7日、 所属事務で引退会見と引退パーティーが開かれた。引退後は3ヶ月間のインドホールを経て2011年3月からカナダカルガリーのテイフィスタボクシングジムでトレーナーを務めた。2014年7月に帰国し、2016年4月から角ビ宝石のトレーナーを務める。2006年2007年は日本タイトルマッチを年3回行ったのに対し、 2008年は2戦しか戦っていないため収入が乏しく、当時現役の世界チャンピオンであったにもかかわらず、生活苦に陥った。本来であれば9月までに最初の防衛戦を行うはずであったが、小堀の試合の工業権を持つドンキングが小堀陣営に対して工業権を売る際の金額が小堀陣営の想定していた金額よりもはるかに高かったため、 交渉が難航したことが原因で、同年10月には、昨年の方がファイトマネーが多かった生活ギリギリです。早く試合させてくださいとメディアに訴えている。ありがとうございます。